銃を貸してください。待て、説明が先だ。フェルミさん、エルザはラウーロさんを慕っていましたよね。そのようだな。ジョゼさん、ラウーロさんはエルザに優しかったですか？いや、仕事以外はまともに取り合わなかった。そうですよね。多分真相はこうでしょう。もしも誰かを好きで好きでしょうがなくなって、それでも永遠に満たされないと分かってしまったら。で、何の用なんだ、わざわざ。ラウーロさん、この公園覚えてますか？あ？ここで私に名前をつけてくださったんです、エルザ・デシーカ。ああ、そうだったか。よく覚えていたな、そんなこと。大事なことです。絶対忘れたりしません。ラウーロさんにいただいた宝物です。忘れません。話してのはそんなことか。帰ろうぜ、明日も早いんだ。ここで名前をいただいたんです。私なら相手を殺して、それから殺します。大丈夫、撃ちませんよ。あなたにこんなによくしてもらっている私が自殺するわけないじゃないですか。